今回ご紹介するお話はあなたが今まで聞いた中でも特に度が過ぎた噂話かもしれません。70年代後半、ある人物がサークルビルの街の人々に手紙を送り始めました。手紙では最も知られたくない秘密が暴露され、噂が広まります。最近流行りの暴露系やネットいじめではありません。これは昔ながらのゴシップに根も葉もないことに多くの脚色がされたものでした。始まりは1976年、疑うことを知らない街の人々の郵便受けに手紙が届き始めます。その手紙には彼らの個人的な情報が書かれており、オハイオ州コロンバスの消印が押されていました。最初の受取人は学校長のゴードン・マッシーとの不倫を告発された地元のバス運転手メアリー・ギリスビー。メアリーは不倫を否定しましたが、手紙の主は彼女の家と子供たちを監視していると主張し、不倫を終わらせるよう要求。その後、メアリーの夫であるロンにも脅迫状が届きます。ある手紙では教育委員会に不倫のことを話さなければロンは危害を加えられると脅迫されます。メアリーはバスの運転手仲間であるデビッド・ロングベリーが手紙の送り主ではないかと疑いました。彼女は以前彼に言い寄られて拒んだ経験があったので、今でも恨まれている可能性が高かったからです。メアリーとロンはロンの妹夫婦に協力してもらい、手紙の主を捕まえようとしました。そして自分たちもデイビッドに手紙を書き、彼の素性を知っていると偽って警察に突き出すと脅します。しかしロンが謎の電話を受け激怒したことから事態は暗転。その電話が誰からでロンに何を言ったのかは今となっても誰も知りません。彼は怒って電話の主が誰であろうと手紙を書いた人と同一人物であれば正面から対決すると表明しました。しかしこれが彼が生きている最後の姿となりました。ロンは交通事故に遭ったのです。その事故がロンの過失であったことは家族にも明らかだったものの、ロンの友人や家族はこのような行動は彼らしくないとしてこの主張を否定しています。ロンの死後、町の人々はロンの悲劇的な結末に関する隠蔽工作に地元の保安官が関与していることを告発する手紙を受け取りました。しかし彼はポリグラフ検査、いわゆる嘘発見検査に合格し、すぐに釈放されています。1983年にはゴードン・マッシーがメアリーとその家族に対して不適切な行為をしているとして、さらに悪質な手紙が届くようになります。またこの頃メアリーも一命を取り留める経験をしています。ある日バスの沿線に設置された先導的な看板を見た彼女はバスを止め、その看板を壊そうとします。実はその看板には取り外そうとするものを傷つける罠が仕掛けられていたのです。警察はその罠を仕掛けた犯人がメアリーの義兄であるポール・フレッシャーという男であることを突き止めました。ポールは罠とは無関係だと主張したのですが、身柄を拘束され、筆跡のサンプルを提出するよう求められました。裁判では筆跡鑑定人がサークルビルの手紙の作者はポールであると証言します。ポールは有罪判決を受け10年間投獄されたのですが、彼が郵便を出せない独房の中に入れられた期間も手紙は届き続けていたのです。ポールは1994年に釈放され、今日に至るまで無実を主張し続けています。サークルビルの手紙の主が誰であるかは未だに謎のままです。次にお話しする暗号メッセージの物語には別の魅力的な要素が加わります。それは隠された宝物。バージニア州南西部ベッドフォード郡のなだらかな緑の丘に6000万ドル以上の価値がある秘密の宝が隠されていると噂されています。トーマス・J・ビールという男がこの宝を隠したという伝説があるのですが、宝は2世紀以上も行方不明になっています。宝物は金銀宝石で、その場所を示す唯一の手がかりはビール暗号と呼ばれる3ページの暗号メッセージだと言われています。この物語は1885年にビール暗号という小冊子が出版されて以来、多くの人々特にレジャーハンターを魅了してきました。1820年代バージニア州リンチバーグのワシントンホテルにチェックインしたビール氏は、鍵のかかった鉄の箱と重要書類をオーナーであるロバート・モーリス氏に渡したと言われています。そのうちの3枚は暗号で書かれており、
ビール氏は暗号解読の鍵をセントルイスの友人に預けることを約束しました。もしビールが戻ってこなかったら、その友人が1832年にリンチバーグに封筒を郵送してくれることになっていました。しかしベールは姿を消し、封筒も届いてはいません。モリスは1845年まで待ち、箱を壊してみました。そして中から数字が印刷された3組の紙とビールからの手紙を見つけたのです。その手紙には、1817年30人の裕福な若者がバージニア州から西部に冒険の旅に出たことが書かれていました。彼らは金を発見し、その後2年間かけて銀と一緒に掘り起こしました。そして財宝の半分をビールに託し、バージニア州に送り返すことにしています。その後残りの半分も同じ場所に置かれました。それ以来多くの人が謎の暗号、ビール暗号の解読に挑んでいます。ロバート・モリスは何時間もかけて解読に挑み、1863年に他界した後、匿名の人物がこの暗号の解読に挑戦しています。23年の歳月を要しましたが、その人物は最終的に2つ目の暗号の鍵である独立宣言書を解明しました。この暗号によって宝物はバーフォード・タバーンから約 6.5km 離れた場所に隠されており、金が 1300kg 以上、銀が 2300kg 以上、また150万ドル相当の宝石が含まれていることが判明しています。しかし残りの2つの暗号は謎のまま、冒険者たちの名前、相続人、宝の正確な位置が記されているはずなのですが、それらは誰にも解明されてはいません。いつか誰かが暗号を解いて宝を見つけられるのでしょうか。次は100年以上も研究者を困惑させてきたある趣向の話です。ボイニッチ趣向と呼ばれるこの趣向は、1912年にポーランドのボイニッチという名の古書商が入手しています。この趣向には精巧な文字で書かれたループ状の手書きテキストと鮮やかな絵が添えられています。内容は謎に包まれ、言語学、植物学、機械学習など様々な分野の研究者をもうならせてきました。ボイニッチ自身はこの写本を見つけたからといって大金持ちになれたわけではありません。ボイニッチ自身はこの写本を発見したことで一攫千金を狙ったわけでも、世界の謎を解き明かしたわけでもありません。しかし彼を有名にしたことは間違いないでしょう。現在この趣向はイェール大学のバイネッケ図書館に保管されています。当初ボイニッチ趣向は哲学者、歴史家、作家といった人文科学者を中心に注目されました。しかしやがてボイニッチ趣向は近代暗号解読の創始者であるウィリアム・フリードマンとエリザベス・フリードマンのような暗号解読者たちにも注目されるようになります。さらに国家安全保障局もこの原稿に興味を持ちました。彼らは最先端の計算機解析技術を説明するためにこの原稿を利用したのです。最近のボイニッチ研究はより高度なツールを使ったコンピューター解析が大きく貢献しています。さまざまな解析案が提案されては解読の失敗に終わりました。例えば植物学者のアーサー・タッカーは、本に描かれている植物は16世紀のアメリカ大陸に自生するものだと主張します。他の科学者たちは、この文章は何らかの言語で書かれている可能性が高く、適当にでっち上げられた言葉の羅列ではないと考えています。近年浮上した説は、この写本が他の惑星からやってきた奇妙な言語で書かれているのではなく、中世に使われていた地中海地方の方言で書かれているとする説。この写本が解読困難なのは句読点がなく、アルファベットも見慣れたものと見慣れないものが混在していることです。すべての文字が小文字で書かれている点もそれに拍車をかけています。しかしこの説を唱えた科学者たちは、この写本が実際に女性によって女性のために書かれたものであり、薬草療法や入浴療法、さらには神秘的な読書に関するさまざまな興味深い情報が含まれていると考えています。